業務スーパーの痩せるおやつはこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット中でもおやつって食べたい、なのでカロリーゼロ砂糖ゼロのものを選んでいませんか？それは逆に太ります。そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめする無添加で美味しい痩せるおやつをご紹介。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1、おやつのダイエット効果について。2、業務スーパーの痩せるおやつ参戦ということで、実際にお見せいたします。また私のアレンジレシピもありますから、ぜひご覧ください。3、注意点ということで、ここを知らないと逆に太ってしまいます。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗に輝く女性を増やしていきたいなって思いで配信しています。ぜひチャンネル登録をしてお役立てください。では早速いきましょう。目次1ということで、このおやつのダイエット効果についてお話します。そのポイントです。それはズバリこちら、あなたの腸内環境が整うからということなんです。その痩せる理由は、腸内環境を整えてくれる原材料でできたおやつだからになります。例えば痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが大喜びする材料でできたおやつをあなたが召し上がると、もちろん痩せ菌たちがどんどん増えてくれるんです。やったー、餌が来たーってこんな感じですよね。実は痩せ菌と呼ばれる、例えば乳酸菌などの善玉菌というのは、せいぜいいてもお腹の中に2日ぐらいしかとどまってくれないんですよね。ですから常にそういった善玉菌たちが喜ぶもの、入ってるものを食べ続ける必要があるんですけれども、どうせだったらお腹の中で勝手に増えてくれる方がいいですよね。そう、ちゃんと餌を与えてあげることがとっても大事なので、痩せるポイントはこちら、腸内環境を整えてくれる材料でできたおやつを食べること。では目次2です。痩せるおやつ参戦ということで、今回は業務スーパーさんで購入してまいりました。では一つ目のおやつはこちら、マルベリーということで、マルベリーご存知ですか？こちら日本語で桑の果実のことになります。日本ではこの桑の実のあの葉の方ですね、桑の葉茶ということで健康茶としても有名ですよね。そんなマルベリー、赤や黒などの色のタイプもあるんですが、なんとこちらのおやつはですね、ホワイトマルベリーを使っています。特にこのホワイトマルベリーにはビタミンやミネラルなどがとっても豊富に含まれていて、最近ではスーパーフードとしても人気です。また人気の秘密は栄養価が高いこともさることながら、太る原因ですね、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるということで言われているんですね。そのことで結果脂肪の吸収を抑えることができます。また何と言っても嬉しいのが食物繊維も豊富、なんとごぼうの倍もあると言われているんです。ではそんな素晴らしいダイエット効果があるこのホワイトマルベリー食べてみたいと思います。ちょっと失礼しますね。じゃじゃーん。さあこちら、いいのはチャック付きなんですね。なのでこのまま保存も効きますし、ちょっと開けてみますね。こちらはですね、原産国がトルコになってまして、まさにこの、あ、かわいい、こんなに日本でいう豆まきの豆ぐらいの大豆ぐらいの大きさですが、もう粒々がいっぱい詰まってます。あ、香りもいいです。もう本当にこちらね、原材料名がマルベリーかっこ桑の実と書いてあるだけの乾燥果実ということで、要はドライフルーツですね。ドライフルーツになっていることで栄養価もギュッとね凝縮されますから、もう一石二鳥、健康にも良いしダイエットにも丸ということで、いただきます。噛めば噛むほど甘みが出るんですけれども、甘ったるい甘みじゃなくって、どちらかというと蜂蜜のような、よくキャラメルのような味わいとかもね聞きますけれども、本当に美味しい。これちょっと食べ過ぎ注意ですね。本当ドライフルーツになってますから、このままもちろん召し上がっていただいても丸ですよ。そしてここで一押しの私の別の食べ方があるんですけども、
おやつ中にですね、やっぱりおやつばっかり食べちゃうとついつい食べ過ぎたりしませんか？やめられない、止まらないって感じですね。だから絶対におやつだけではなくってプラス水分を取っていただきたいんですよね。それが痩せる食べ方のポイント。でこのホワイトマルベリーのドライフルーツに関してはこういった紅茶とかルイボスティーですね、はい、こういったダイエット効果の高い無添加の有機栽培のお茶、これは私ちょうど有機栽培のルイボスティーなんですけれども、こういったお茶系にこのマルベリーを入れていただくと香りも楽しめますし、ちょっとね柔らかくなって食べやすくなりますし、おすすめの飲み方&食べ方になります。ちょっといただきます。うん、美味しい、ほっこりします。このホワイトマルベリーがお砂糖代わり、要は甘味料代わりになってとっても美味しいです。ではおすすめの2つ目はこちらです。砂糖不使用のデーツバーということで、皆さんデーツって最近ね見かけるようになったと思うんですけれども、ナツメヤシのことです。このナツメヤシですね、デーツはもうダイエット向けのフルーツになります。なぜかというとお腹すっきりデトックス、食物繊維が豊富なんですね。また低 GI 食品ですから血糖値が急上昇することなく緩やかに上がるということと、あと太る原因糖質ですよね。そういった糖質の代謝を上げてくれますから、もうめちゃくちゃダイエット向き。またこちらとデーツバーがすごいのは、材料がデーツだけでできているのではなくて、実はですねオーツ麦とココアも入っているんですよね。オーツ麦といえばオートミールですよ。もう食物繊維が豊富、そちらも低 GI 食品ですし、このココアもですね発酵食品なんですよね。腸内環境が喜ぶもう大好物の餌なんですよね。またカカオも食物繊維が豊富ですから、もうこのバーを召し上がったら食物繊維がたっぷり取れます。こちらの商品は原産国がポーランドのお菓子になってますね。では早速いただきたいと思います。こちらの本当にちょっとね忙しくてお昼ご飯食べれないとか小腹が空いた時にもすごくおすすめのバーなんですよね。いやー、もう見た目は本当にチョコレートプロテインバーみたいな感じですね。見えますでしょうか。じゃーん、こんな感じですね。はい、ではちょっといただきたいと思います。しっとりしっとりしてます。いただきます。あ、もうこれはチョコレートバーみたいな感覚で美味しく食べることができます。でまたねよく見たらねピーナッツ、落花生も入ってるので、すごくねその落花生の風味もよくって、これはもうめっちゃくちゃ美味しいです。この1本でしかもタンパク質がね 3.2g も取れちゃいますね。ただカロリーはね 141kcal なので、一気に食べるってよりは2回や3回に分けてよく噛んで召し上がるといいと思います。はい、そして3つ目はこちらです。4種のナッツの蜂蜜漬けになります。もうこれは最強のダイエット効果がギューッと詰まっているおやつになるなって思ってます。それはなぜかというと、まずこのナッツが素晴らしいんですよね。まずロカボ食品という言葉聞かれたことあると思うんですけれども、要は低糖質食品になるんですよね。またナッツは脂肪燃焼効果が高いので代謝もアップしますし、悪玉コレステロールを減らしてくれたり、また栄養価が高いのでもう十分ナッツを食べるとねかなりのバランスで栄養が取れます。そしてまたこの蜂蜜もいい仕事してくれるんですよね。まずはオリゴ糖やグルコン酸が入っているので、あなたの腸内環境をねどんどん整えてくれて痩せ菌たちを増やしてくれる効果もありますし、蜂蜜もすごくねビタミン、ミネラルですね、いろんな栄養がたっぷり入ってます。また蜂蜜に含まれているポリフェノールが脂質の代謝を高めてくれるので、結果脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるんですよ。そして血糖値の安定化も測ることができますから、血糖値が下がりすぎてしまうとお腹空きますよね。その時に蜂蜜を使うことで
血糖値の安定化を図るというのにも大活躍してくれます。さあ、そんな4種のナッツの蜂蜜漬けのこちらの商品なんですけれども、どんなナッツが入ってるかと言いますと、原材料名一番はもちろん蜂蜜たっぷり入ってるんですよね。でその後アーモンドですね。アーモンドは特にビタミン E が豊富なので老化防止にもつながります。そして次に入ってるのがカシューナッツですね。こちらだったら脂肪分やカロリーが低めなのでダイエット向きのナッツですね。そして次に入ってるのがクルミですね。こちらはあのオメガ3系の脂肪酸ですよね。 EPA だったり DHA だったり、こういったのは体内で作ることができないものですから、しっかりと外から取る必要があるった時にこのクルミを召し上がっていただくと摂取することができます。そして4つ目のヘーゼルナッツですね。こちらは不溶性の食物繊維が多く含まれていますので、便通ですよね、お腹すっきりデトックスすることもできます。さあ、そんなダイエット効果がギュッと詰まっている4種のナッツの蜂蜜漬けなんですけれども、こちら実は原産国がウクライナなんですよね。これを購入していくことでウクライナ支援にもなるなって私思っているんですね。やっぱり直接何もできないかもしれませんけれども、こういった形で支援することができればなと思って、この商品手に取って今回この動画でご紹介させていただきました。では早速開けてみたいと思います。ちょっとこれにシールが貼ってあるので、これを取っていきますね。可愛いですよ、入れ物も。ウクライナのイメージのブルーと黄色の可愛いなんかマークがついてますね。ではさあ、開けれますでしょうか。あ、簡単に開いた。私が力が強いだけでしょうか。よかった。とりあえずこれね、普通こううーとか開かない時あるじゃないですか。よかったよかった。うん、うわー、これ開けたばっかりなんですけど、硬くないですね。あらま、あ、柔らかいままですね。一番上にヘーゼル、ナッツちゃん、クルミ、アーモンド、カシューナッツ、全部まんべんなく入ってますよ。でもちろんちょっとナッツがね、上に浮いてきてますから、下がね、ほぼほぼ瓶の3分の2が蜂蜜で、上がナッツになってますね。でもちろんこのまま先ほど のマルベリーもそうでしたけど、こう紅茶とかね、ルイボスティーとかホットですよにこう混ぜて召し上がってもすごくね美味しいんですけれども、私はやっぱりこういったプレーンヨーグルトですね。これたまたま熊本の阿蘇山麓の生乳 100% 使っているプロバイオティクス乳酸菌 BB の12ブルガリスク菌とサーモフィルス菌が入ってるっていうね、ヨーグルトにこう入れて食べたりとか、ヨーグルトおすすめですね。だヨーグルトもぜひ常温に戻してからですよ。冷たいままだと腸が冷えて代謝が下がってしまって太ってしまいますので、常温に戻したヨーグルトにだいたいこの今日ですねティースプーン2杯分ぐらいまでですかね、 100g のヨーグルトに対してそれぐらい入れて召し上がってみてくださいね。ものすごく美味しいです。ではここから目次3ということで注意点です。ここすっごく大事、気をつけるポイントはズバリこちら、無添加のおやつを選びましょうです。理由は腸内環境を整えてあげることがダイエットの基本中の基本だから。例えばどういうことになるかというお話しますね。無添加の反対、添加物を取り続けると主に3つのことが起こります。1つ目、内臓に負担がかかって代謝が落ちて太ります。例えばおやつの中の原材料の中ですね、人工甘味料とか化学調味料が入っているものを食べ続けてしまうと、先ほどお伝えした通りになります。例えばどんなものが良くないかと言いますと、人工甘味料についてはこちらですね、カタカナでずらっと書いてあるようなこういったものが入っているおやつは NG なんですね。例えばアスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなど、こういったものを召し上がってしまいますと砂糖の何百倍もの甘さがあって、しかもカロリーがほとんどない、そういったものを食べ続けてしまうと、どんどんあなたは甘いものがやめられない、止まらないってその脳がですね感知してしまって、そのような結果になってしまうんですね。なぜかというと、甘いのにもかかわらずカロリーが取れないわけですから、自然界では不自然なことなんですね。脳もしっかりです、おかしいなって、もっとカロリー取らなくっちゃと思ってあなたに命令します。なんて命令するか、
もっと甘いもの食べなさいって言うわけです。なのであなたはいつまでたっても甘いものがやめられない、止まらないっていうその悪循環に入ってしまうんですね。次に化学調味料ですけども、残念ながら原材料名に化学調味料が入ってますとは書いてないんです。ではその代わりにどんな風に書いてあるかというと、よく見かけるあれです、調味料かっこアミノ酸等、あれが実は化学調味料で、も今残念ながらほとんどのものにこちら入ってますから、もう入ってないの見つける方が大変なので、私はできる限りこのチャンネルでですね、無添加のこういったものが入ってないおやつだったり食材だったりをご紹介してますから、ぜひ参考に無添加食材チェックしてみてください。今お伝えしたような添加物ですよねを含むものを食べますと、あと2つ目としましては、味覚が異常になる、味覚がこう麻痺しちゃうんですね。なので脂っこいものとか甘いものがやめられなくなってしまうということです。この味覚の司る下の未来細胞がおかしくなっちゃうんですよね。あと最後3つ目としては、中毒性がやはりあるんです。白砂糖だったりこういった添加物系はですね、なのであなたが悪いってよりは、そういったものの力があるからこそあなたはなかなかやめることができない、一度食べ出すとやめられない、止まらないってなります。私も過去そうだったからよくわかります。なのでここでスパッとですね、完全カットは無理ですけれども、やっぱりなるべくそういったものが入っていないものをどんどん選ぶだけでも本当に変わってきますよ。ぜひお試しください。なので結論ポイント、大事なことは無添加のものを選びましょうでした。ここまで動画を見てくださったあなたは、もうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。大丈夫です。実際にこの腸活ダイエットを取り組んだ方も、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロをどんどん達成されていらっしゃいます。腸活ダイエット整体師として、これまで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、腸活で根本的で綺麗に痩せるための具体的な方法、今無料で動画4本プレゼントしています。こちらの動画の下説明欄のリンクですね、無料の LINE 公式登録していただきまして、ぜひ受け取ってください。さあ今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみた、買ってみたってね、ご感想いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。無添加おやつの選び方についてポイントはこちら、原材料名をまず見ていただいて、つらつらと書いてあったスラッシュの後が全部添加物、または別枠に添加物〇〇と書いてある、これが添加物入りになりますから見極めてくださいね。